独身時代、交際していた人が既婚者だった。そろそろ結婚を考えていきたいな、という話の時に既婚者だと知った。妻とは不仲でとテンプレを繰り返され、その後もつるづる関係を続けてしまっていたけど、ある日私が発狂。彼の家を探して不倫を暴露、彼夫婦は離婚へ。彼は、もちろん私にブチギレ、私はボロ切れのように捨てられた。それから数年、私もやっと立ち直り、くしくも元彼と同じ業界の人と結婚した。元彼は地元の中小企業の経営者、主人は大手企業の役職についていた。主人のパーティーについて行った時、同じように参加していた元彼と再会。他人の目もあるので、簡単な挨拶だけを交わして別れたけど、主人には元彼に変なことを言われてと。元彼の会社とは取引があり、主人の会社はサポートする形で付き合いがあったので、主人が掛け合って取引を切ってくれたそう。その後、元彼の会社は倒産した。40半ばでどうするんだろうと思っていたら、汚れたスーツ着た元彼と主人の会社近くで遭遇。知人の会社に入ったらしいけど、いきなり取引をなくして倒産したものだから、業界内でいろんな噂されて居心地が悪いと。これで満足か?とすごい顔で言われたので。満足です。あなたの不幸な姿を見て、やっと幸せになれた気がします。結婚っていいですね、とにっこり笑って言ってきた。